ブルターニュ継承戦争は、100年戦争初期において、ブルターニュコージャン3世の継承争いにより起きた、戦争で、イングランド王、フランス王が介入し、両者の代理戦争の様相を示した。イングランドの支援を受けて1364年の、オーレの戦いで勝利したトルケのジャン4世が、フランスの支援を受けたブロア家のシャルルド・ブロアを破って、最終的に大焼くらいについたが、 フランスをシャルル5世と和解し、風神として封建的真珠の礼を取った。ブルターニュ人は古代にブリテン島から移住してきたケルト人で民族的なつながりがあることと、中世になってブルターニュ皇がイングランドのリッチモンド博を与えられたことにより、イングランドとの関係は深かった。しかし、アルテュール一世の死後、アンジュ家に代わって行位についたドル家は、 フランス王との関係も良好だった。ブルターニコージャン3世の父アルテュール2世は、最初の妻マリーとの間に、ジャン3世、ディー等の子供がいたが、2番目の妻モンホール女白、ヨランドとの間に、ジャンド・モンホール等の子供たちを持った。父の死後、行位についた、ジャン3世は、ヨランドとその子供であるイボテたちを嫌い、ヨランドの婚姻の無効を申請して、 ジャンラの相続権を奪おうとしたが認められなかった。ジャン三世には子供がなく、後継ぎとして同母帝の義員を指名していたが、1331年に義員は死去している。このため、その娘でメイジャンヌが後継ぎとみなされたが、ジャン三世は後にジャンドモンフォールとも和解しており、1341年4月30日に死去した時には特に後継ぎを指定しなかった。 そのため、すでに、モンフォール博を相続していたジャンとパンティエーブル博を相続していたジャンルが、共に、ブルターニュ公の相続権を主張した。ジャンルのオットシャルルド・ブロワの母マルグリット・ド・バロワは、フランス王フィリップ6世の妹であり、フィリップ6世は、老い夫妻の相続を支持した。ジャンド・モンフォールは対抗上、すでに100年戦争でフランスと対立状態にあった。 イングランド王エドワード3世をフランス王と認めて、その支援を求めた。興味深いことに、エドワード3世は女系継承によるフランス王位を主張しており、それに対しフィリップ6世は男系継承優先を主張してフランス王となったが、ブルターニュではそれぞれ反対の相続理由を主張する候補を支持したことになる。しかし、継承制度は明確に決まっているわけではなく、 地域によっても異なるため、特に無人とは思われていない。ジャン・ド・モンフォールの主張は、ブルターニュ公はすでに、フランス王国の同輩になっており、最年長の男子が最年長の女子よりも相続権が上に位置するビルド・フランスの監修を適用するべきだと主張しており、一方で、ブルターニュの監修では女子による相続が排除されないので、パンテエーブル女白の継承順位が上だと一般に、 認められていた。ブルターニュの貴族の多くは、シャルルド・ブロワを支持していたため、ジャン・ド・モンフォールは開戦後、先定を取り仕途のなんと、リモージュ等の主要都市を抑え、8月までにレンヌ、バンルを含むブルターニュ公領の大部分を支配下に収めた。1341年当時、イングランドとフランスは停戦協定を結んでいたため、エドワード3世は動けなかったが、フィリップ6世は、 国内問題であるとして、積極的に、シャルル・ド・ブロワを支援して、10月にシャント・ソーの戦いで、勝利し、ナントを陥落させて、ジャン・ド・モンフォールを捕虜とした。しかし、ジャン・ド・モンフォールの妻・ジャンルは、除血と言われ、息子のジャンの貢献人として、徹底抗戦を行った。ジャンルはブロワ派の勢力の強い東部を防衛するのは、無理と判断して、西ブルターニュのエンヌボンに籠城した。 シャルル・ド・ブロワの包囲を受けると、配下の騎士と共に包囲を突破して、ブレストに行き、援軍を引き連れて再びエンヌボンの包囲を突破し、城に戻ったという武勇伝が伝えられている。1342年8月まで耐え抜いた結果、イングランドとフランスの停戦期間が終了し、ノーサンプトン・ハク、ウィリアム、サー・ウォルター・マーニーの援軍が到着し、ブレストの海戦で、ジェノバ艦隊を破った。 これを見たシャルル・ドブロワは、包囲を解いて撤退している。イングランド軍のレー進行を恐れて、フィリップ6世が、フランス軍をブルターニュから引き上げたため、シャルル・ドブロワは、独力で戦うことになったが、戦闘指揮官として有能だったため、レンヌ・バンヌを奪うことに成功した。これにより、モンホール派の離脱が、相次ぐようになった。この頃の戦いで、年戦争の原因の一人で、 あり、イングランド側についていた、ロベール三世イダルトアが戦死している。1342年11月に、エドワード三世はブレストに到着し、バンヌを包囲したが、1343年1月に、ローマ教皇の仲裁により、フランス王と停戦し、バンヌは、教皇の保護下に入った。停戦の結果として、1343年9月に、ジャンド・ドモンホールは釈放されたが、 東部の領地に止まることを強制されており、その影響力は弱く、バンヌを奪ったがモンホール派の離脱が続いた。1344年3月、ブレストとバンヌの連絡を断つために、シャルル・ドブロワは、カンペールを包囲し、5月に陥落させたが、その時1400から2000人といわれる住民を、虐殺した。守備兵のうち、イングランド兵は、身の白金のために捕虜とされたが、 ブルターニュとノルマンディの兵はパリに送られ反逆者として処刑された。1345年3月にジャンド・モンフォールは監視を逃れてイングランドに逃亡した。エドワード3世は1345年夏にフランスとの戦争を再開しアキテーヌに兵を送るとともにブルターニュにもノーサンプトンを吐くとジャンド・モンフォールを送った。ジャンド・モンフォールは カンペールの奪回を図ったが失敗し、間もなく病死した。これにより、わずか5歳のジャン4世が後を継いだ。母ジャンルは、精神以上の兆候を示しており、モンホール派は、実質的にロンドンからの指令を受けたブレストの、イングランド守備隊によって支えられている状況だった。ノーサンプトン博は、パンティエーブル博領のブルターニャ北岸に侵攻したが、ラ・ロッシュイコールデリアンを獲得したに止まった。 1346年になると、エドワード三世は、ノルマンディに侵攻したため、フランス軍の主力は、ノルマンディに移動した。ノーサンプトン博も副隊長のトーマス・ダグワースに、託して、エドワード三世に加わっている。6月20日にダグワースのイングランド軍とシャルルド・ブロワの間で起きたらロッシュイコールデリアンの戦いで、シャルルド・ブロワは敗北し、捕虜となった。こうしてモンフォール派、 ブロア派ともに当主がいなくなったが、ブロア派はパンティエーブル助白、ジャンヌの元で抵抗を続けた。このため、モンホール白比ジャンヌと合わせて、二人のジャンヌの戦いと呼ばれることがある。両派の戦いはその後も続き、トーマス・ダグワースは実質的なブルターニコ代理としてパンティエーブル白寮に攻勢をかけたが、1350年に戦死している。 1351年には、両派から30人の騎士が、場所、日時を決めて対戦する、30人の戦いという、騎士道物語のような事件も起きており、フロアサールの年代記に記述されている。当然ながら、戦いの情勢には、何の影響も与えなかった。1352年に、フランス側は、ネスレ教、ギ将軍をブルターニュに派遣し、 本格的にブロア派の支援を再開した。1352年8月のモーロンの戦いでは、ギー将軍は、クレシーの戦いの敗戦の教訓から全軍に馬を降りて、ドホでの戦いを命じ、イングランド側のロングボーの脅威を減少させようとしたが、激戦の末に、イングランド側が勝利を収めた。1356年に、ランカスター公ヘンリー・オブ・グロースモントは、ブルターニュに入り、 レンヌを包囲した。包囲は1357年7月まで続き、ヘンリーは多額の保証金を受け取り包囲を解いた。この時に、レンヌ牢城で名を挙げたのがブロワ派のブルターニュのキシベルトランデュ・ゲクランである。ゲクランは、この活躍により、シャルル5世に抜擢されている。1357年にジャン4世が成人し、ブルターニュ公になったが、 同時に、ボアティエの戦いの後のイングランド、フランス間の和平協定の中で、シャルル・ド・ブロワも釈放されたため、再び二人のブルターニュ公が存在することになった。ブルターニュでも和平の話し合いが始まり、一時はブルターニュを分割することで話がまとまりそうだったが、パンティエーブル・ジョハクジャンヌは了承せず、1362年に戦いが再開された。 1364年ジャン4世、イングランドのジョン・チャンドスが率いるモンフォール軍とシャルルド・ブロワ、ナバラ王カルロス2世とのコシュレルの戦いで名声を得たベルトランデュ・ゲクラン率いるブロワ軍がオーレの戦いで激突した。両者とも長い争いに決着をつける覚悟を決めており、激戦となったが、モンフォール軍の勝利に終わり、シャルルド・ブロワは戦死し、ベルトランデュ・ゲクランは捕虜となった。 パンティエーブルハ白ジャンルも相続権の放棄を了承し、ジャン4世が唯一のブルターニュ皇となった。フランスをオシャルル5世がジャン4世と和解し、封建的真珠のお礼を取らせることにして、ブルターニュ皇として承認したため、ブルターニュ継承戦争は正式に終結した。同時に、相続における男系の優位も確認された。しかし、 フランス国王とのつながりの強いブルターニュの有力領主を抑えるために、ジャン四世とイングランドとの関係は続き、1372年にイングランドとブルターニュが同盟を結んだことが発覚したため、1373年にジャン四世は追放され、1378年12月18日には、ブルターニュはフランス王領への併合が宣言された。しかし、 独立を望むブルターニュの抵抗は強く、1379年4月には、ローアン、ボマノワールらの有力家系からの8人の代表、そして、パンティエーブルジョハクらによる抵抗運動が表面化し、1379年8月3日に、ジャン4世は再びブルターニュに上陸した。フランス側は、1380年9月16日のシャルル5世の死などで混乱しており、 1381年に和解が成立し、第二次ゲランド条約により、ジャン4世が福井した。ロナルド・ H ・フリーザ・ウィリアム・バックスター・ロビソン、ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・レート・メディバル・イングランド。 1272-1485グリーンウッドパブリッシンググループ P231ISBN9780313291241https スラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books, books id イコールインムデューシイビ k b イングランド側の記録ではジャンドモンホールをジャン4世とし以降一台ずつずれるがジャンドモンホールを ブルターニュ港に含めないフランス側の表記の方が一般的なため、それに従った。ありがとうございます。